会議には日本の新しい半導体メーカーラピダスの東哲郎会長や鉄道会社の代表などが出席しました。委員からは喫緊の課題である空港アクセスの改善に加え、国際線の就航を活用した国際的な物流サービスの展開を求める声が上がりました。また空港の周辺地域については半導体の研究開発拠点とし、それに伴う人材確保のほか、住まいや交通インフラの整備が急務だとする意見も出ました。空港の機能ではなくて大空港を持っている地方創生といいますかね、そのまちづくり、それが基本的には大事な我々の役割じゃないかなと。県はこれらの意見を踏まえ、今年の秋までに空港と周辺地域の活性化に向けた取り組みをまとめた新大空港構想を策定する予定です。